こんにちは、Kファームです。今回はこのハーフキャッター、まあパワクロの、この幅替えですね、うね幅を変えるっていうことを挑戦していきたいと思います。これまあ多分このボルトを外していけば、まああと根元をやれば広げる、まあ今2尺4寸ですね、うちはでやってるんですけれども、これをまあ防除機を2尺6寸にしたので、まあ同じ2尺6寸に変えていこうと思ってます。ちょっとやりながらなんでうまくいけるかわかんないんですけど、まずはこのキャタをこれテンションを緩めてやってます。ちょっとなかなか動かしたことなかったので、かなり全てが硬くなってるんですけれども、なんとかこのままやっていきたいと思いますね。こうやって見るとまあちょっと汚れてんのもあるのかな、まあでも結構キャタの部分は劣化もあるので、これいずれはキャタ交換しないとダメかな。これいいですね、もうほぼキャタがダルンダルンになってます。もうこれ以上はいかないような感じだったはずですね。あ、そうですね、ぴったりで、これまあここ緩めてキャタをちょっと外してっていうことで一応代表と一緒に考えてて、まあ外してキャタ外したら根元のシャフトの部分、それを2寸、1寸ずつっていうことですね、片側1寸ずつ広げるっていう感じでやりたいと思ってます。でこれ前側は多分このホイールを逆にするとかなのかな、逆にして外側につけるとか、ちょっとなんかこれタイヤっていろいろ複雑ですよね、なんか外側にして逆にするとか。はい、この辺からちょっと時間かかるので早送りしていきたいと思います。もうキャタ重たすぎたので、もうユニックで釣ってみてどうなるか、外れるかどうかやってみたいと思ってますね。はい、その後なんですけれども結局できませんでした。っていうのもちょっと難しい、なんかどうやったらいいかなっていろいろ試行錯誤してやってみたんですけど、ちょっとわからなくてメーカーに聞いたら、結局このハーフキャタ、まあこれは基本的には2尺2寸と2尺4寸にしかできないようになってるみたいで、これ以上広げるってことができなくて、まあだからまあ大豆巻いたりショーズ巻いたりの時の2尺2寸に、畑屋さんみたいな感じで2尺2寸で使いたいっていう方にはいいのかもしれないんですけど、広げよう、これ以上広げようっていうのが無理で、ちょっとできませんでしたね。まあそうやってこれ以上広げれないってことになってればまあまあしょうがないんですけれども、やっぱりちょっとこれをまあうちは牛とかまあデントコンと小麦しかないんで、メインがちょっとやっぱりこれは使い勝手が最近悪くなってきましたね。まあ一応そういう報告でした。またチャンネル登録やいいねもよろしくお願いします。それでは失礼します。